やっほー、やふまる。今日はお疲れだ。あー、飯しょぼしょぼする。ちんにちじゅ、私山の峠下ったり降りたり下ったり降りたり下ったり降りたり、いちいちじゅそればっかしだ。釣り場探しながら見て、まあ大うなぎ狙っててんけど、だからもう今日は大うなぎに振り回された一日だったんで、今日はもう最後海で締めくくりたいと思います。海、疲れました。とりあえず疲れたんです。さあ行きましょう。やっぱな、ほんま一人でな、ずっと運転して一人で喋って一人でなんかって、もうほんま虚しいで、マジで。じゃあ行こう。今日な、そういえばな、ほんでな、朝なここ来てな、あれあれしたね。ウミガメ目の前でおったね。ウミガメめっちゃ可愛かった。息継ぎしながらクロールしとって。ウミガメ、また見れるかな。ウミガメくん、ここでおってんけどな。とりあえず声投げてみるわ。もう分からんからさ、初場所は何でどうやって何が強いかとか分からなさすぎるからさ。来るかな、来るかな。よいしょよいしょ、こい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 。よし、早速じゃあ穴こっから攻めていきますか。あ、ちゃうか。あ、当たってる、当たってた。ちゃうか。なんでやろう。こっちは？こっち何おるん？うわ、怖っ。穴っこいっぽいある。ここもなんかおるんちゃん。でもこっち側も落としてみる一回。めっちゃふっ、てか高いから怖い。怖っ。うわふ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 わ、うわ入っていった。いいや、怖っ。おるすやん。ちょっと待って、おかしい。この堤防に魚は存在しないのか。もしかしてさかなクンというものは存在しないのであろうか。このテトラはいるやろ、さすがに。このテトラくん、
なってますか、ここな。餌の匂いないんかな。あんまりなんか反応良くないよな。何やと思う？ヒレ、ヒレが、あ、ヒレが黄色いんやけど。何や？誰誰？ちょ、どうしたらいい？どうしたらいい？これぐらいの青、めっちゃ青でヒレが黄色い魚が来てんねん。どうしたらいい？めっちゃおんねんって、やばい。めっさおる。何？お、ヒレだけが黄色い。フィッシング。やばい、網姫攻撃してからの。めっちゃでかいって、あれ何、むっさ平べったい魚が入ってる。見える、みんな見える、めっさ、ほら食べてる、これ食うわ。ほら見える、めっちゃ青くてでっかい魚4匹おる。うわめっちゃ群がっとる。これ食ってくんな 100% だって。めっちゃ網に食って、網姫にめっちゃ食ってるやん。組んで、多分組んで、どうするこれ。なんなんあれ、何の魚。ちょっと待ってな、来るで、行くで。あ、食ったんちゃう。みんな見えへんかった？みんな見えへんかった？これ、この青いやつ見える？下で青いのおんの分かる？でっかいやつが4匹ぐらいクワーってなってる。
誰可愛いってほらめっちゃ綺麗。何これ、ハギの仲間かな。すごい、めっちゃ引き強かったんけど。食べれんやって。魚ね、トカジャーとかトカザーって言われるクロハギの種類の仲間らしい。で、別名ニセカンランハギとかも言われてんねんて。食べたら美味しいらしく、市場でもかなり安く出回ってる。臭みがかなりあるらしくて、身全体にね。だからなかなか、まあ食べる人は、釣って食べる人は少ないかなっていう感じ。で、1の字、3の字とか言って、この尻尾の付け根に1か3かなんか模様が入ってるの分かる？で、これが突起物になってて、触るとかなり怪我するらしく、めちゃくちゃ痛いらしいんで、みんな釣りするときは要注意。もっとちょうだい、もっとちょうだい、なんか足んない、なんか足んない。マルコス爆乳ロケットランチャー、マルコス爆乳ロケットランチャー。